Just have a bot to answer like random questions for you. Like, hi, Mike is broken. I'll be just be answering things in chat. Yeah, that's what I do. I won't talk at all. I said the mic is broken. And I'll answer things by in chat. And then I'll actually, like, I'm on my way, I'll answer things in chat. Or pay somebody to answer things in chat. There you go. That's I had double thoughts. Baka, dekai koi tasu na. Himura, omae hontou ni moto keiji na no ka? ECSI. Yeah, kore demo shou de wa kiremon de toutte tan desu ga ne. De, nomi wa 誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番。あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした、冴島？そんな声面してどうした？なん？Need to bring back to this. 何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたなこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもいい加減にせ。おいおい勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らをさ。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ。お前のやろ。Yours, hmm? You threw him Bab and dragged him off. So quit playing down and fess up. Baka nga. Anna kuzu hitori tasuketa togoro de nan ni naru? Omae no karisha ga hayaku naru wake de mo arumai. Sonai nan kankei nai. Ima sugu issho ni keimukan toko itte ketchaku tsuketaru ya naika. Baba-chan wa karisha kou ga kimatte tan da! あいつもおとなしく言うこと生意気に反抗するからこんなことになるんだどういうことババに言ったんだよ昨日の夜冴島が懲罰房から帰ってきたらおお何やとただでってわけじゃねえちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよなお前だがあいつは断った人が親切に仕事世話してやるって言ったのによだから呼び出してお仕置きしてやったのさ仮釈取り消しのお仕置きをよ教えてやろうあん時本当は何が起こってたのかをなはじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみさして怪我もさせてな。そこに馬場のやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして、手に持っていたのみを馬場に渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、冴島、お前。立てや。
っと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。ダイヨ何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましが、お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ。何が若頭じゃ。Dude, it's a bit of a winter. Put the shit back on. 兄弟に思える男。見捨てて生きるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み、体で味わってもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。楽しもうぜ。 Oh, I'm gonna enjoy this. Can I break you?Nice bite. Couldn't handle. Hope you enjoyed the bleed. Nani ga omoroi? Kono shoubu, ore no kachi da. Zen shūjin ga mite iru kono jōkyō, ii nogare ya deki nei ze.てこずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。歳時前の復讐じゃないのか？復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、歳時前タイガーあんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。
これで仮釈放はなしだ。あと一年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。Something about to happen. Something big's going down. They wanted to... So somebody orchestrated Kazuma to come out of hiding. Now they're orchestrating Sajima to keep being kept in the prison cell.懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した？なぜ手を出したと聞いているんだ？おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか聞いてきたばっかりやないか。これはお前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんで？あんた組の人間は思って出さんって言うてたやないか。一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。東条会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり今回のケースもそれに当たる。What? お前、ここを出たら東条会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前、お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年。お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため。釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう波紋の見え関係ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした、泣いてるのか。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え、どこに行く。おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいます。なんだと。破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償うてここ出られりゃそんだけでええ。冴島、
西島の兄貴。西島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副署長が通してくれたようです。そうか。それにしても冴島、ずいぶんと早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや、あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか。波紋のせい。波紋？それってまさかあんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋ってそんな何があったんです。理由は分からんけど、破門されたこと自体はどうでもええ。それより、それより何だ。嫌な予感がするんや。配達です。はい。どうした日村。これって冴島さんがいた組のことですよね。東条会最高幹部真島五郎氏死亡って。兄貴これ。So he gets his news in prison. まさかあんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。兄貴。嘘や。この犬断るわけない。冴島さん。こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。冴島、馬場。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴。The fuck is happening? 呼び出したのはあんたか、副署長。嘘の理由まで作って、来ないな場所を呼び出して、一体何の話。副署長室では、第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです。説明してください。実は、冴島の仮釈放申請が却下された。え？却下ってどうして。私にもわからない。通常仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上、法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省って。そんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東条会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それにババちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。真島？
マジマって確かさっき新聞に載ってた人の名前。マジマゴロ、東条会射程頭直系マジマ組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力マジマ組の組長であり、佐江島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃあ、あの殺された人っていうのは兄貴の。There ain't no man in the world to take out Gojo。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長北方大蔵だ。北方組。警察関係者の話によれば、真島は東条会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ。はい。なんなんや、ババちゃん。北方組は前に俺がいた組です。Oh shit。なんやて。場所を移した方が良さそうだ。そうだな。資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。エンク、この隙に何するかわからへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。わかった。あの、兄貴。ババジュン、今は副署長の言うこと聞いとこう。話はそれからや。はい。Oh shit. Okay, so from my understanding, and this is my understanding of what I've learned so far, this is a fucking murder mystery level of craziness. The chairman disappeared.Majima has been killed. The pillars, basically the pillars of the Tojo family aren't where they're supposed to be there. How about the Tojo family? And shit is going down. またせたな。で、さっきの話やが、ババちゃんが真島をやったっちゅう。This is happening in several different states. ええ、そうです。でも高坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が。そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうことや？半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった佐江島への暴行。連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、ババを罠にはめることで佐江島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？佐江島の兄貴に復讐させないためですか？その可能性はある。 Yeah, that'd be some mega。 事前に真島が殺されるということを知らされていて、佐江島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても、法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああそうだ、もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は2つしか存在しない。1つは関西の近江連合、それにもう1つは。そうか、つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。Another Tojo inside battle。 もしこの推測が当たっているとしたら、
話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか。なんで登場会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか。裏切り者がおるちゅうことや。登場会の内部にな。裏切り。佐江島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら登場会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭。とにかく登場会はどうにかして佐江島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで思うのか。しかしただ破門しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に佐江島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっきいた運動場の一番奥、南西の門。その Oh shit! Time for Prince Escape! Hell yeah! どういうことや。脱獄しろ、ここから。なんやと。ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが。Oh shit! なんで所長が。所長は佐江島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ何者かに死を。Oh shit! それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。Silence, Sajima, forever. それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に佐江島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなこと許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。高坂。佐江島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。 This dude is alright. 十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜同房の囚人が眠ったのを確認したら棒を出てください。ゲーム館に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち、他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。わかった。最後に一つだけ約束してください。何や。もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。 Oh shit, damn, this just got heavy. So this is complete takeover. They ain't let nobody out. 副所長の話ってのは別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話でね、兄貴。ああ、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、佐江島さん、ここ出たらどこ行くんです。月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ佐江島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで。
だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、西島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、西島さんの親友なんでしょ。西島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました？別にいいよ、そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつを探すんです？俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接追うて話が聞きたい。話してどうするんです？警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。はあ、何ですかそれ。俺は聞きたいんや。一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺したやつのせいやない。人に命取られるようなやわなやつになってしもたんか、それか犯人がもっと強いやつやったんか、どっちかい。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方すね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい、それだけ。俺の勝ちや。あー来たね、最後に2で革命って。札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃあ西島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。ん？例のってあの妄想ゲームか？でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです西島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやな、またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。まずは I'm about to say, please tell me this is not one. No notion, I guess it's changed soon, but... It says up and over. Hey, what basement you are? You're late. He says, well, you see, on the second night, I had an after-hours date with my beloved courier, Chad. Together, we went to Bemis, a local ball. Ooh, is she wearing a purple dress? Tell me she gets a nice, fine outfit. They have darts on the pool table. You gonna play? I think I'll prove quite the challenge for you. Alright, let's play darts. Because I think I'm better at darts than I am at pool.
Chain starts, change position. Okay, cinch, adjust throw. Back, display scores, display walls. よし、始めようか。決めちゃいますよ。ライトン。Damn, I'm about to get ass beat here. Come on.Okay, I need to get some big numbers up here.There we go. Back in the lead, somewhat back in the lead. Okay, she's closing the gap, but I got this. Maybe I don't got this.
Fine, fine. I get like a 50-something point lead. I got this. Alright, she's closing my lead. There we go. With the 400s now. Naito. 117. All right, I like that. Lead. I like that. I like that. That's how we roll, Sejima. That's how we roll. Triple closed the gaps again. No whammo, no whammo, no whammo. Ah! Where's 13 at? Ah, they hit 4. Mm.
God damn it. Yes. Right, and so, wait. Stop me. What visits this place, huh? What's that? And sneak a peek at the camera, my friend. Okay, Chinese Mafia. My prefecture was keeping tabs on them. The woman had just tipped us off about a weapon deal going down. Look at them. They're dossier, these guys. This bar was under Kyoto protection. Yet they're talking business in it. You see, my date was just a cover. It allows me to observe them up close. Why not just partner with a lady cop? Be easier. Need to look weird. These guys aren't that dumb. Anyways, after a bit, they left, so I barely went after them. Shma? No, it's not. I'm just getting late. It's all. Let's call it a night. Of course. See, you get the clip. See ya. Well, this is your imagination, huh? I wonder if I... No. You go this way. And suddenly, well, I did. I too deftly sized up their looseness contact. My new defense was incriminate. They were aware of my telling them. But still, I refused to be intimidated, for I was an officer of the law. So I was to protect the town and bring honor to my proud and noble profession. Won't you bust it for corruption? Ouch, that's so funny. Boss, come on, let's keep up with the mobsters. Didn't you go down for corruption? Can you imagine being told this by somebody who actually did go down for corruption? Like, yes, I was protecting my city the only way I could. Didn't you get arrested for corruption? That's not the point of this. But you did. Yep, they were well aware of being tailed. So what'd you do? We need to ask? Fought them to protect the town. Well, look, but fine, let's do this. Chinese Mafia. Yeah, you're caught.
I would make a cut joke, but I had them rolling down the street. Whoever, man. さんの言った通りですね。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。ま、そん時はそん時でしょ。大丈夫、きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。ここ出たらグラウンドやな。ええ、逃げろ冴島、逃げるんだ高坂。すまない、俺の力では止められなかった。だからどうにかして自力で逃げ。高坂、高坂。どこに行くつもりだ冴島。国原、お前、てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。ババちゃん。はい。あんなクズでも高坂藩は生かせっちゅうやろか。言うんじゃないですかね、高坂さんなら。そうか。よう聞け、お前らは殺さん。その代わり、この世には死ぬより辛い生き方があるっちゅうことを、その体に教えたるわ。I'm about to kill you, but I'm about to break your spirit and everything else. 生き残ったこと後悔させたる。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。Yeah!
Okay, I'm loving these two smackdowns. Damn. Yeah, that's a level. Don't get up. More of you? Okay, bring it. Bring it on! Yeah.
かなか頑張るじゃねえか。だがどんなに頑張ったって無駄だぜ。まだまだ新手がこっちに向かってんだからよ。ここを出たってあんたは逃げられねえんだよ。死ぬまで楽しもうぜ、冴島。うわっ、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 pretty cool. I hope your whip hurts. Sonna, ありえない。信じられない。この人数相手に勝つなんて。後の処理は自分です。切るなり焼くなりしたら生き残る方法くらいあるやろ。お前は極道相手に戦争をふっかけたんや。こんくらいの覚悟できとったはずやろ。殺さないで。殺さへんよ。高坂藩との約束やからな。いけるか、ババちゃん。はい。Dude, you already got broken arm. Shine, Saijima!
刑務官の拳銃って旧式で使いにくいんだよな。当たんないかと思って。日村さん、捜査一課の刑事だったんだよ俺。これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます？冴島さん、日村、ああ副署長なら大島のおやすさんが手当てしてます。どうにか一命は取り留められそうだって。ほんまか？ほら大島のおやすさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。あれ昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。ほんといろいろ裏のある人ですよねあの人も。はあ、よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らどうするんや。決まってるじゃないですか。ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。 You never know when help's coming. 一緒に行かなくていいんですか？俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。日村さん、ババちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。この季節は2メートル近い人食いグマも出るって言うしさ。またそんな、こんな時まで話持って。だから本当なんだって。まあいいや、早く行って。鬼切る。ええ、俺が出所したら飯でもおごってください。任せとき。めっちゃうまいホルモン焼き死ぬほど食わせたるわ。え、なんで？カレーとかのはいいんですけど。ほら。What a shot! Wait, come on!